はい、どうも。今回は、久々のお便り会です。前回、時間がオーバーしちゃって間に合わなかったので、今回はまるまるお便り会。まあ、プラスね、脱線の雑談会みたいな感じにしたいと思います。よろしくお願いします。まあ、割といつも通り、ダラダラと喋っていきたいと思います。最近台本のあるね、ラジオばっかりやってるので <laughs>。あのタイムマネジメントが結構シビアなので、 あれなんですけど、お便り会は割とね、その時その時の話ができるので、まあそういうふうで今日はね、行きたいと思います。えー、っとね、まあ、オープニングトークといたしまして、ちょっと最近、コンテンツ量が若干、 感なんですけど、増えてるの、お分かりですかね。あの、メインチャンネルしかご覧になってない方は、えって思うでしょうが、あの、ラジオの方は、えっ、ー、と、チャコラジ EX の方ね、サブチャンネルの方からも配信してまして、Spotify みたいな配信プラットフォームで一気にチャコラジの方をご覧になってる方は、今まではね、2週に1遍とか、えー、1週に1遍とかだったんですが、配信感覚がね、 たまーになんか1週間に2本出してみたりとかしてまあ絶対最低でも週に1回は最近は出すようになってきてますねそれに加えてこうメインチャンネルの方でもあの短い動画ですが上げたりできているのでこれさ当初この「チャコラジオ」やろうと思ったきっかけはねコンテンツの供給量を物理的に増やすっていう目的があったのでそれがだいぶちょっとずつなんですけどできてきているなっていう実感がありまして 編集にかかる手間が少ないので、その分なんかノートを執筆する時間が避けたりとか、なんか時間的なリソースがちょっと増えているのが、個人的には、あ、やっぱりチャコラジ、あの、ラジオ配信を始めてよかったなとは思い始めてはいます。はい、というわけで、空調を入れるとノイズが入るので、汗ダラダラ流しながら今 <laughs>、収録してるんですけども <laughs>。はい、ちょっと頑張っていきたいと思います <laughs>。それでは最初のこのコーナー、いきたいと思います。 先生、あのねです。はい、相変わらずね、エコーもなくタイトルコールしてまいりますが、先生、あのねのこのコーナーでは、皆様からのコメントですとか、ツイート、なんか、あと、なんだ、えっ、ー、と、ラジオメールとかのお便りをね、中心に紹介していこうという、そういうコーナーであります。一応ですけど、あの、すごい昔の動画についたコメントとかも、もちろん通知入ってますので、全部見てますし、 えーと返信と、したり、ハートつけたりはさせていただいておりますが、なんか未だにね、本当に昔の動画とかに、レスがついたりするのはね、すごくなんか、インターネットっていいなとか思ったりするんですけど、本当にありがとうございます。ここでお礼に返させていただきます。で、またそれとは別でですね、5月28日に、やっとのことで、えーと、YouTube の、 え、チャンネル登録者数がね、この日に確か200人いったんですね。っていうようなことを、確かツイートしたのかなした時に、えー、レモンティーさんからリプいただきました。おめでとうございますっていう風でいただいております。ありがとうございます。まあ、この方もね、そもそも YouTube のチャンネルの方の動画を見てくださったことがきっかけで、あの、なんか長々フォローしていただいて、<laughs> 当初繋がったコンテンツ関係の動画はね、最近全然出してないにもかかわらずずっと登録し続けていただいてるっていう貴重な視聴者さんなんですけど、本当にこういう方がいらっしゃるから私はね、続けていられるので <laughs>、ありがたいです。本当に。その説はありがとうございました。今後もよろしくお願いします <laughs>。なんでこんな取引先に言うみたいな感じなんですかね。はい。えーっと、続きまして、最近は結構あれですね。 コメントも多いんですけど、ツイートもね、いただいておりまして、これ、えっ、ー、と、ちょっとね、喋りたかった話があって、っていうか、あれだ、このツイートを紹介する前に、振り返っておこうかな。少し前まで、チャコラジ EX のサブカルブっていう企画があるんですが、そこの中で、ポケットモンスターシリーズを始めました。 まあ、ポケモンコンテンツについて好き勝手喋るシリーズなんですけど、それの一、えー、つ目のフェーズとしまして、アニメポケットモンスターの主題歌考察シリーズっていうのを上げてました。で、それが完結したんですよ、この間ね。で、えー、っと、それはどういうあれかっていうと、なんか本当に個人的な、私が見てきたポケモンについて喋っているだけのなんか好き勝手、深読みしたコンテンツなんですけど、 で、私はサトシが基本的にね、主人公のサトシが好きなので、そのサトシリスペクトな、えー、考察とかを序盤ではしてて、で、後半はなんかそのポケットモンスター、オデッセイ、ノスタルジアみたいな感じで勝手にポケモンの架空のタイトルをつけまして、それに見合った、えー、過去の歴代主題歌を引っ張ってきて、ひたすらポケモンバトル形式で <laughs> 曲を紹介してリスナーの HP を削るっていうわけのわからん。 <laughs> わけのわからない内容でお届けしていってたんですけど。<laughs> それでですね、えっ、ー、と、それの主題歌考察シリーズの第3弾の時にツイートいただきました。えー、庄司さんからいただいたツイートです。この方は私が好きなあの、ポッドキャスターの配信主さんで、えっ、ー、と、俺たちライブスマターっていうね、ちょっとアングラ感の漂う、ちょっと言葉選ばずに言うと、ある種狂った <laughs>。 お三方がね、あの、喋ってらっしゃるめっちゃ好きなポッドキャストがあるんですけど、そこの配信主さんがね、ツイートくださいました。てかマジ聞いてもらえると思わなかっ思ってなかったので、ちょっとツイートもらった時マジで興奮したんですけど、正司さんマジかとか思って、<laughs> やばかったんですけど。で、えーとね、ちょっと読み上げさせていただきますと、 ちょっとこの回、かっこ全後編合わせて特にやばかった気がします、えー。ポケモンソングをここまで深掘り、深解釈したのは聞いたことないし、こっちもかなりの思考能力を使いましたっていうツイートいただきました。庄司さん、本当にありがとうございました。っていうかね、あのー、私一応さ、もちろんさ、聞いてもらうリスナーがいるという想定で、そのラジオのさ、なんていうの <laughs> 一人喋りしてるし、台本も作ってるんですけど、あのなんか、まずさ、聞いてくれる人間がいる事実が、毎回衝撃なんですよね、コンメントとかもらうたんびに。あ、このラジオ本当に聞いてる人いるんだ、へーみたいな感じになってくるので。っていう意味でさ、なんか、その、ちゃんと解釈、 をそのの掘り下げててていいいるっていう点についての私が比較的その手間暇かけているところについてのツイートを頂い,いた感想を頂い,いたのがすごくなんかあのうわ本当に聞いてもらっているんだっていう現実感がやっと感じられたみたいな <laughs> そういう謎の感情にはなりましたけどいや単純に本当に嬉しかったですねでこれは本当にね申し訳ないんですけどその 聞いてる側としてね、こっちもかなりの思考能力を使いましたっていうふうに言われているわけですよ <laughs>。これあの別の時にもね、庄司さんの名前を出さずに、あの同じような話を若干させていただいたんですが、ツイート紹介して。だから、今度ね、あのポケモン界、まあ一番最初は目指せポケモンマスターの会から取ってこようと思ってるんですけど、あのラジオの音源に乗せて、あの番章をね、 版書にまとめようと思ってるんですよ。トーク内容を。で、それをまた別な動画としてメインチャンネルの方に小出しにしていこうかなと思っております。要は、その、なんか目指せポケモンマスターっていうあの曲の考察をするっていう授業風みたいな、授業テイストみたいな感じで、えっ、ー、と動画をね、小出しにしていきたいなって思ってるんですよ。で、その小出しにしていた 動画を全部最初から見ると、一本の授業みたいになっているっていう、こう、定裁にしたいんですね。だから、一見すると真面目に何か、こう、黒板に字を書いて授業してるっぽいんだけど、内容を見ると、もう絶対に公教育の、あの、授業では <laughs>、扱わないような題材で、あの、マジで授業してるみたいな、そういうちょっと、あの、真面目なのか、ふざけてるのか、わからない、ギリギリの、なんか、カオスさを目指して、 <laughs> あの、やり、やりたいなと、まとめたいなと思ってますね。だから、ラジオだけだとさ、あれめっちゃね、ポケモンの歌詞をさ、めちゃくちゃ引用して、この歌詞はこういう意味だと思うって考察してるんですけど、耳で聞いてる人にとっては、ちょっと、初見の歌詞だと余計に、 頭に歌詞を思い浮かべながら、私がこうこうこういう風だと思うっていう解釈をね、あの整理しながら聞かなきゃいけないので、めちゃくちゃ認知の負荷がでかいんですよ。すんごい頭使うと思うんですね。だからそうならなくていいように、ラジオの内容をある程度見やすいように、えー、版書に落とし込んで、まあ、見ながら、聞きながら楽しめるなんかコンテンツ。一個のまとめ動画みたいな、切り抜きまとめ動画みたいな感じで、なんかコンテンツをね、再利用。 できたらいいいなとは思っていますでさらに言うとその YouTube 見るってさ結構もう今となってはすごく目も耳も取られるしあんまりそういう中身のないコンテンツに時間を割く人っていないと思うんですよ <laughs> だからあのノートの方でまとめたいなと思っていて同じあの版書の写真を使ってその写真を切り抜いたやつを ノートに貼り付けて何分何秒からはこの画像を見てねみたいな感じなのがわかるように並べたノートの記事を作ってそのラジオを聴きながらそのノートの記事を見るとこの歌詞はこういう意味みたいなそういう思考の助けになるようなまとめ記事も作りたいなっていうふうには考えていますねちょっと全曲でやるかはわからないんですけどなんか 自分が形に残しておきたいなって思った曲は一応版書に起こしたいなとは思ってはいますね。結構ね、今その、なんていうの、版書の、版書計画って言ったりするんですけど、あの、普通に教員用語みたいな感じでそういう言葉があるんですけど、それみたいなものを紙に書き出していて、それを考えてるのがめちゃくちゃ楽しいですね。あ、この話してるときはこういうなんかレイアウトの方が見やすいなとか。 ここ色チョークで囲こうとか、ここに線引くと見やすいなとか考えてるのが、なんかエセ国語教師みたいなことやってる風で面白いですね <laughs>。いやー、絶対ポケモンなんてね、あの授業では扱いませんので、なんかそれについてガチで版書してるのめっちゃシュールだなと思って、それが結構楽しい風ではあります。 えーと、そしてですね、また別なツイートなんですが、マボさんからツイートいただきました。私がツイッターの方で、なんか次こういうアイディアだ、あの、やりたいみたいな、<laughs> なんか動画のアイディアとか <laughs>、もちろんボツになってるやつは死ぬほどあるんですけど、なんか思い立ったひらめき的なものを、その都度投稿してるんですけど、それに対してのリプで、アイディア製造工場、ぜひ、チャコラジのコーナーの一つに、 今日のひらめきっていうコーナーをやってくださいっていう内容が来ました。マボさん、ありがとうございます。すげえね、最近コーナーの提案をしてくれるんですよ、マボさん。で、それはね、あの、大いに賛成というか、ツイートで発信した内容について全ては取り上げないけど、ま、でも、ツイートしてからある程度日が経っても、このアイディアは結構芯食ってるなとか、 広がりが感じられるなみたいなやつを、このラジオでちょっと深掘りして <laughs>、えっと、それが実現可能かみたいなことを審議する、なんか、コーナーあったら、ちょっと自分のなんかやりたいことを決めるのの助けになるなっていうのもあるし、単純に楽しいので、ちょっとその辺をね、やりたいと思って、え、新コーナー設立いたします。ちょっと名前は変えさせていただきますが、題しまして、今日のひらめき審議会です。 はーい。えー、ひらめきを審議するというわけで、えっ、ー、と、ツイートした内容をね、まあ、元に話を広げて、それが現実的に、こう、実行可能なのかとか、あるいはもっと洗練化できないか、みたいなことを審議していきたいと思います。もしよろしければね、リスナーさんもちゃちゃ入れてくださると幸いです。まあ、それこそさっきのね、考察と版書を掛け合わせたコンテンツ、作れないかっていうのも、その一つなんですけど、今ね、 個人的にひらめきっていうか、あの <laughs>、次どうしようかなって悩んでる議題といたしましては、サブカル部の次のシリーズどうしようかっていうのを結構悩んでいって、っていうのもね、この間ポケモン界が終わったじゃないですか。で、次何をテーマに扱いたいかっていうのを結構今ね悩んでるんですよ。で、一応ポケモンっていうのは、ジャンルで言うとゲームとアニメ。 に属すると思うんですね。あともう一個年代分けでいくと、まあ90年代っていうラベルも貼れると思うんですよ。ポケモンはもちろん今も続いてはいるんですが、私が今回喋ったのは、主に90年代とかまあ00年代前半ぐらいの,あの話しかしてないので、そのなんか荒さ向けみたいな、そういうジャンルにもなると思うんですね。ただ、そればっかりに絞りたくはないなと思っていて、 なんか、ずっとアニメゲームの話よりも、たまには映画の話もしたら、した方がいいかなとか、なんか、いろんなジャンルでやりたいよねとは、思っているんですよ。とか、なんだろうな、ポケモンって、ま、どっちかって言ったら、多分昔のイメージだとなんか男の子向け、みたいな感じ、少年向け、みたいなね、いうイメージも強いと思うんですが、だったらもう逆に、すごい、もう少女向けコンテンツに次は、舵を切ろうかなとか、 あるいは、もうゲームとかアニメとかからも離れて、もっともっとニッチな切り口で行くのかとか、そういうのどうしようかな、みたいな <laughs>。なんかね、あ、こういうのも、こういうのについても喋るんだっていうのをなんか思っていただきたいんですよ。あ、ずっとゲームでやるのねとか、ずっとアニメでやるのねじゃなくて、なんか、あんまりそのラジオの話してる人いないだろう、みたいなところを行きたいなとは思っているんですよ。 なので、あ、でもな、どうなんだろうな。私がさ、割と古い年代のさ、狭いアニメが好きだったりはするので、若干やっぱりそういうシリーズは多くなってちゃうのかもしれないけど、でも、なんか、あんまり偏りたくないですね。<laughs> 少なくともポケモンシリーズは、まあ今後も続ける予定ではあるんですけど、しばらくは絶対やらない。半年は明けたい。 っていう意味で、そのずっとポケモンならポケモンの話をずっとしてるっていうのはやめたいので、次何やろうかなっていうのはね、考え中ですね。で、具体的にね、今悩んでるのが <laughs>、これ一気にさ、ニッチになるんだけど、あのね、一個はね、ちょっと一つ目のアイディア出すんですけど、一つは、ゆる言語学ラジオ。皆さんご存知ですかねもういい加減、 チャンネルもでかくなってきたので、あ、聞いたことあるって方多いんじゃないかなと思うんですけど、えっ、ー、と、堀本健さんっていう作家の方と、水野大樹さんっていうね、言語学大好きな、普通に社会人として働いていらっしゃるんですが、その傍らで YouTuber として、えっ、ー、と、配信されている。まあ、てかね、 プラスポッドキャスターでもあるんですよ。ポッドキャストでも配信されてますし、YouTube でも配信されているっていう方なんですけど、ん今年だよね、あれ。今年のポッドキャストアワード2022かの賞にね、無事選ばれまして。 授賞式にも呼ばれてたんですが、まあ、どんどんでかくなっていってるんですけど、もう私さ、この編集とか、なんか台本書いてる時とかも、ゆる言語学ラジオをずーっと流してるんですよ。あともう一個の派生番組のゆるコンピュータ科学ラジオっていうのがあるんですけど、もうね、ずーっと流してんの。てか、なんならもう全エピソード多分5回ぐらいはそれぞれ聞いてると思う。結構気持ち悪い。ただ、 ええと、あの、お金払ってサポートする、サポーターにはなってないんですけど、また例のごとくね、お金がないから。本当は入りたいんだけどさ、月額1000円はね、ちょっと今、またやり始めるとね、あの、生活が破綻して怒られるのでできないんですけど、いやなんか、そのゆる言語学ラジオめっちゃ最近聞いてるから、それのニッチな楽しみ方というか、私の個人的な好きなところについて喋ったりするのも全然できるなというか、 そういうのもやりたいなって思ってはおります <laughs>。で、あとね、もっとね、もう一個また全然別ジャンルなんですけど、あのね、二つ目は、謎解きっていう分野があるんですけど、ピンときますかねえー、っと、一番わかりやすいので言うと、あの、リアル脱出ゲームとか、スクラップさんとかさ、がやってらっしゃるようなやつとか、ああいうところが主催してるような謎解きイベントとか、だから謎解きそのもの、 今ね、リドラっていう、あの、松丸さんたちが率いてる謎解きクリエイター集団、リドラっていうのがあるんですが、そこが、今現在も進行中のイベントがあって、 みんなの謎解き100っていうイベントがあるんですけど、それ、LINE 上でできる謎解き企画でして、毎日1問ずつ視聴者から送られてきた謎を配信していて、なんか、それをどんどん解いていくっていうサイトがあるんですけど、それ毎日、毎日やってまして、私 <laughs>。もう大好きなんですけど <laughs>。で、なんか、そういう、なんかね、謎解きとかなんか、なんていうの、クイズじゃないんだけど、やっぱ謎解きかな を結構昔からやるの好きなので、そのなんかウェブでできる謎解き、ウェブ謎とか言ったりするんですけど、とか、あとね、LINE でできる謎解きだから LINE 謎って言ったり、あと全然そのリドラとかクイズノックとかとは別の独立したアプリで、みんなの謎解きって っていうアプリがあるんですよ。iOS 版で私はやってるんですけど、Android 版でも配信されてるのかなちょっとわかんないんですが。それもね、結構暇つぶしにバンバンやったりしてて。<laughs> なんかね、謎解きすんのめっちゃ好きなんですよ。なんかそれの面白さとかもやりたい。あの、語りたい。っていうか、なんならね、ラジオ上で、そのエピソードの中にこっそり謎を紛れ込ませて、リスナーの皆さんにも謎解きをしてもらいたい。そういうようなラジオを、 考え中ではありますね。ラジオで謎解きさせる人なかなかいないでしょ。<laughs> 結構私ね、ラジオの中に何かを仕込むのが多分好きなんですよね。あの、ポケモンだったらさ、ポケモンシリーズの時だったら、ポケモンバトルを仕込んだじゃないですか。ラジオでポケモンバトル風に配信する人なかなかいないでしょう。ああいう変なことをちょっと多分私したいんですよ。そのテーマを紹介するんだったら、 その作品ならでは、そのテーマのシステムとか仕組みをちょっとラジオの中に取り入れたいって思ってるんですよね。だからさっきのゆる言語学ラジオだったら、まあ、言語学の話は私はできないけど、そのゆる言語学ラジオの中でネタになっている言葉をさ、あのしれっと紛れ込ませたり、なんかいろんなパロディとかオマージュとかをちょこちょこってやったりしたいんですよね。<laughs> いや、そういうのをね、考えてるとね、もう本当に今ね、あの、どれをやったらいいんだろうっていうので、ちょっと企画が渋滞してて全然進んでないんですけど。あー、ちょっと考え中ですね、いろいろ。ゆる言語学ラジオとかになってくるとさ、聞き手がね、 あそこのラジオのリスナーさんってものすごい文化レベルが高いんですよ。だから私みたいな、なんかその浅はかな人間が、知識もさ、浅いのにさ、喋るとさ、なんかめっちゃ叩かれそうじゃん。<laughs> だからちょっと容易に手は出せないなとか思いつつ。うん。だし、もっとめちゃくちゃ台本練らないと絶対聞いてもらえないだろうから、まあ、聞く人がそもそもいないので、そんなに練ってもしょうがないんですけど、でもなんか自分のなんかね、 これはやりたいみたいな要素をギュッと詰め込みたいんですよ。その上で配信したいな。自分が納得するコンテンツを出したいっていうのがベースにあるので。うーん。ってなると、ちょっとゆる言語学ラジオだと、めちゃくちゃ、なんか、構成を練らないと、ちょっと自分がね、納得できないので、時間かかるなーとか思って。<laughs> 楽しいんすけどね。楽しいんすけど、時間かかるなーと思って。うーん。あ あとあれですね、もう一個考えてるのが、ボカロですね。ちょっとこれもジャンルでかすぎるんですけど、えーと、だから、ボーカロイドっていう文化を、文化とかその有名な曲とかを抑えたいわけではなくて、自分が見てきたボーカロイドについて喋りたいだけなんですよ。 その多分、網羅的なことは絶対言えないし、もうなんか、そう、専門的な知識は全然ないからあれなんだけど、なんか自分が見てきたボーカロイドの好きなところ、みたいな、ところとか、ボカロ界隈のこういう文化って独特だよね、みたいな話とかを、あの、なら掘り下げられるので、なんかそういうちょっとマニアックな話がしたいなとは思っていますね。うん、なんかその、切り口を自分ならではの、なんかすごい、 狭いところで持っていく、いきたいんですよ。だからさ、専門的な人にはもう知識では絶対に勝てないから、その知識勝負のコンテンツは絶対に出しちゃいけないと思うんですね。私のようなラジオでは。だから、そのポケモンの時みたいな、ちょっとお前何言ってっかわかんねえよみたいな、深読みしすぎだよみたいなところで攻めていきたいんですよ。 各ジャンルでそうだと思うんですよ。例えばなんか一個漫画について喋るにしても、漫画のストーリーをただ述べただけでは全然面白くないんですけど、私この漫画のこの小回りが神だと思うんですよね、みたいな。え、そこ行くのみたいな。そういうなんかめっちゃニッチな切り口でグザって刺して、こねくり回すのが多分私のコンテンツのあれとしては面白くなりそうなので、切り口の作り方。 思っているあ,あとあれあれあれちょっとあありながら思い出してるんで喋るんですけどあともう一個ねジャンルっていうよりはまあ私皆さんお忘れだと思うんですけど一応元教師じゃないですか <laughs> なのでなんかいろんなフィクションの作品から先生を引っ張り出してくるわけですよ先生というキャラクターを引っ張り出してきてでそのキャラクターが。 あの、実際にもし教職現場にいたとしたら、この先生は、なんか教員として、どれぐらいこう適性があるのかみたいなことを、勝手に通知表をつけるみたいな、表定するみたいな企画やっても面白いかなって思ってるんですよね <laughs>。なんかいるじゃないですか。こうなんかフィクションの中での、あの、担任の先生とかでさ、なんか、この人、授業大丈夫なのかなとか、 学級経営うまくいってんのかなとか、ちょっと子供にこんなこと言われてるけど、この先生あの大丈夫かなとか、保護者からの苦情来まくってるけど、これ学校での評価どうなんとか。<laughs> あの、教員やってたからさ、そういうの結構目についちゃうんですよね。あるいは、その教師としての設定が甘すぎて、教座目してしまうことはよくあるので、なんかその辺ってさ、私独特の目線なので、 ちょっと一本企画としてやっても面白いかなと思ってて <laughs>。いや、これは結構ちょっとね、まだ全然、あの、寝れてはないんですけど、ちょっと設定詰めていったら面白くなりそうかなとは思っていますね。はい。まあ、というわけで、一応ね、ひらめき審議会。まあ、そんなところかなと思います。また次、チャコラジアやる時に、この審議会に、あの、かけるネタを持ってきますので <laughs>。 今ちょっとなんか、えっ、ー、と、いくつか、ゆる言語学ラジオとか、謎解き、ボカロとか、まあ、なんか、ちょっとした切り口を出してみたんですけど、なんか、こういうやり方だったら、ラジオとして、キモくて面白くなるんじゃないですか、みたいな <laughs>。提案とか感想とかあったらね、ぜひお寄せいただけると幸いです。はい、というわけで、今日のひらめき審議会のコーナーは以上です。マ、ま、ボさんね、コーナー作ってくださってありがとうございました。 はい。それでは、最後にこのコーナー行きたいと思います。目指せ泣き声マスター前回のお便り会の時にもやったかなこの企画自体もリスナーの方発案でして、あの、ポケモンシリーズやる前にね、この企画いただいてたんですけど、で前回は、あの、目指せ泣き声マスターの初級編をやったので、今回は中級編、えー、と、例によって50問やってまいりますので、まあ、もう2回目なので、 ダイジェストでいいですよね。ダイジェストでお送りしていきたいと思います。一応企画趣旨申し上げておきますと、リスナーの方からね、チャコ先生の宿題のコーナーで、ポケモンの鳴き声を聞き分けられるようになるみたいなミッション、まあ、宿題が課されたので、それを初代のポケモン151匹の鳴き声すべてを聞き分けられるようになるまで、 えと今練習をしているターンでございましてその鳴き声のねクイズを出しているポケモンの公式のサイトがありますのでそちらの方であの今からね収録してまいりたいと思いますいい部かんああ10問中7問正解クソえ 一緒だろえ誰ピピピッシュはいうわ分からんおーこれはっぽいいやいやいや分からん分からん分からん <laughs> 同じなんだって全員えっ、ー、と今50分の31問きましたもうちょっとですね はわー、エレブボー、エレブボーイよし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 、あと九問あと九問正解したら中級終了いけるいけるいける楽勝楽勝、いけるいけるいけるよービーボーあーできたできました 中級クリアしたよ、おめでとう。疲れた。スクショしとこう。疲れたーオリジナル壁紙をプレゼントするよ。ありがとうございます。あー、キッきっつキッツ。あー、死んだ。マジでめっちゃきついっすね。あー、できたできたできた。オッケー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 。お疲れ様お疲れ様。 はい。というわけで、えっ、ー、と、今回のね、鳴き声、目指す泣き声マスター、中級編クリアおめでとうこれね、50問、あれなんですよ。あのー、間違ってもいいんだけど、ちゃんと全部正解するまで同じ問題が最後出続けるんですけど。<laughs> もうね、似すぎててね、難しかった。もうほんとほぼ当てずっぽうになってますが。 全然あれ、多分、連続クイズ絶対クリアできないから、ちょっと頑張んなきゃな。修行します。はい、というわけで、目指せ泣き声マスターでした。次回は上級編です。ありがとうございます。というわけで、エンディングに行きたいと思います。ちょっと今ね、泣き声マスターやったこともあるんですが、今ね、汗がやばいのよ。<laughs> T シャツがね、べっとべとでね、 もうなんかこの辺汗まみれでそろそろ水たまりができそうなぐらいだいぶネチョネチョしてきたのであの早く空調をつけたいなと思ってはいるんですがこれ毎年夏になると思うんですけどねこの暑さの中空調を切ってアホみたいに撮影してたりするとですねああ世の YouTuber さんとかあの配信主さん綺麗な音質で投稿されてる方ってこういう苦しみをさ言わないけどやってるんだなって思うと <laughs> 普通に暑いですとか、空調切ってますとか言ってるのも、普通に言っちゃう自分の、なんかあの、クリエイターとしてのさ、あの、意識の低さが伺えますよね。言わなきゃいいのにね。言わなきゃかっこいいのにね。言っちゃうんですよね、私は。全然ダメですね、その点。もうちょっとなんか、こう、影の努力とかができるとかっこいいんでしょうけど、そういうのがちょっとね、抑えきれない。あの、暑いものは暑いし、寒いものは寒いって前が言ってますけど。 いやだから私ね一番ね、そういう意味で過酷な状況下で収録してるのはね、あの、ASMR リストっていうんですか、布がちょっと擦れるような音でさえ気を使うような、まさに職人のように多分収録されていると思うんですよね、ああいうなんか音にこだわってらっしゃる方々って。だから私結構 ASMR 聞くんですけど、ね、寝る前とかね。だから、本当にそういう努力のもとで、あれ、 配信されてるんだなって思うと。で、そういうのってさ、実際にこうやって、あの、自分で配信してみないと分からないんですよね。そういう作り手の努力って。っていうのを改めて感じておる夏でございますが。<laughs> あのー、ちょっと私はこの後すぐにお茶を飲もうと思うんですが、皆さんも熱中症などマジでお気をつけください。あれですよ、水分だけ取ってちゃダメなんで、ちゃんと塩分補給もしてくださいね。 はい。というわけで、謎の注意喚起で終わってしまいましたが、またこれ以降もね、多分サブカル部とか、あの、他の部活動の企画とかのラジオもね、また単発でバンバン上がっていくとは思うんですが、またこういう企画やってくれとか、この企画の中の、えー、と新シリーズこういうのどうですかとか、提案などもね、随時お待ちしておりますので、お気軽にご意見、ご感想お寄せください。YouTube ではコメントの方で、Twitter でしたら、 ハッシュタグ、チャコラジョをつけてツイートでいただき、ツイートいただきますほか、えっ、ー、と、概要欄の方にはね、各種お便りフォーム貼ってありますので、お好きな方からよろしくお願いします。それでは、もうマジで暑いので切り上げます。最後までありがとうございました。では、また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。